元江大一郎君、はいえー、自由民主党の元江大一郎です、えー、決算を重視する参議院ということですので、えー、この決算委員会で質問の機会をいただきましたことを心より御礼を申し上げたいと思います、えー、今日は復興市長福岡、えー、総務省そして、えー、環境省の省庁別審査ということですので渡辺大臣石田大臣原田大臣の順に伺ってまいります、えー、よろしくお願い申し上げます まず、渡辺復興大臣にお伺いしていきます。東日本大震災から8年が経過しました、被災3県を中心に、復旧・復興は着実に進展してきたと思っております、その中で、被災3県といいますが、まあ、渡辺復,復興大臣と私、そして豊田理事、地元であります千葉県においても、死者が22人。 行方不明者が2人、負傷者261名など、甚大な被害が発生しています。県内最大の人的被害がありました旭市では、千葉県と合同で追悼式を毎年3月11日に開催しておりまして、大臣も含めまして、私も毎年出席させていただいております。昨年12月には渡辺大臣も浦安市と旭市とを視察ししてていただきまして 当時の被害状況や、そして復興の取り組みをご覧いただいたと承知しておりますけれども、浦安市と旭市の被害状況と現状をどのようにお感じになられましたでしょうか渡辺大臣。求め委員にお答えをさせていただきます。 元委員は千葉県でございますし、理事の豊田委員も千葉県、そして私も千葉県ということでございまして、ご質問いただいたことに、あの心から感謝を申し上げる次第でございます。昨年の12月、私は東日本大震災によって大きな被害を受けました浦安市、および旭市を訪問し、復興大臣就任のご挨拶と、並びにですね、 現地視察をしたところでございます浦安市においてはです、ね、内田市長とお会いし、液状化被害の状況等についてお話をお伺いするとともにです、ね、液状化が起きた現場を視察したところでございます。また、旭市においては、同市を訪問した復興大臣としてはです、ね、初めての大臣として、明智市長から、 津波被害の状況や復興の取り組みの状況等についてお話をお伺いをするとともにですね、防災資料館で当時の被害映像やパネルを見せていただきながら、同館の館長よりお話を伺ったところでございます。を通じまししてて大震災が千葉県ににもたらしたら被害に改めて 思いをいたすと同時にです、ね、私が発災直後に漁師を訪問したときに見た悲惨な状況と比べ、今はです、ね、力強く復興がです、ね、なされているということを感じ、まあ、自治体や地域住民のご尽力を実感したところでございます。今後ともです、ね、現場主義に徹しながら 一日も早い復興の実現に向けて全力で取り組んでまいりたいと思います本井大一郎君はい、えー、ありがとうございます、えー、復興期間はああまま二年を切っておりますけれども渡辺大臣のまあモットーであります現場主義を,を徹底していただいて復興の達成に向け引き続きご尽力いただきたいと思います さて先ほど出ましたその千葉県の旭市ですが津波避難道路の整備が課題となっております。用地取得が整ったものから順次進めているというところですがこの復興交付金事業の計画期間中に事業が完了しないのではないかというそんなあの恐れも聞かれています。 この復興創生期間内の完了を必ず達成するためにも、ぜひとも復興庁としてもさらなる後押しをいただきたいと思うのですが、大臣のご所見を伺いたいと思います渡辺大臣先ほど、私、現場を視察をさせていただいたということをお話しさせていただきましたけれども、旭市においてはです、ね、津波避難道路、具体的に言いますと横、横根三線。うん 山川線といいます、横根山川線の整備については、えー、平成25年度から復興交付金を活用し、えー、復興創生期間内の完了に向けて、鋭意事業を推進していると承知しております。えー、復興庁といたしましても、えー、事業の進捗管理を徹底すること等によりまして、復興創生期間内に完了に向けてですね、 引き続き全力で支援をしてまいりたいというふうに思います元平一郎君ありがとうございますえ引き続きよろしくお願いいたしますえ次に浦安市の液状化についても伺ってまいりますえ先ほど渡辺大臣からも浦安市の状況について触れていただきましたがえ浦安市では3万7023世帯が液状化により被災しその液状化の面積は 実にに市のの面積の86に上っていますこれに対し、市は復興交付金を活用した市街地液状化対策事業によって地盤改良を計画いたしましたが、まあ、自己負担額が大きい等の事情もありまして住民の合意形成がなかなか進まず16地区で事業計画の作成を行ったものの工事着手は3地区にとどまり そのうち2地区は途中で中止になってしまったということですが、この事業に関して、これまで復興交付金として、どのくらいの金額が交付されたのでしょうか復興庁、角田審議官お答え申し上げます、浦安市の市街地液状化対策事業につきましては、これまでに復興交付金として国費220億円が交付されました、その後、工事着手に至らず、不要となりました国費。 186億円が平成30年12月に返還されたところでございま元栄太一郎君。はいえー、この事業について、まあ、住民の合意形成が至らなかった背景にはあ、自己負担の部分もあったんですが、技術的な課題もあったというふうに思います、えー。今後、復興交付金制度が期限を迎えて終了となりますと、そのような課題を克服して、えー、液状化対策を推進できるのか。 浦安市としても危機感を抱いているというふうに聞いております。そのため、液状化被害に対する復旧・復興に向けた具体的広法の開発、これについて国が主体となって官民が連携して促進するように、浦安市から渡辺大臣が昨年12月に視察した際に要望されたとも承知しております。規制の市街地の地地区にも適用しやすい より安価な広法というのが開発されれば、これは浦安市だけでなく、全国的に液状化が進むというふうに思いますので、新たな広法の研究開発促進に向けて、ぜひ国が先頭に立って、前向きに取り組んでいただきたいと思いますが、渡辺大臣のご見解を伺いたいと思います渡辺大臣お答えいたします。液状化対策の推進に向けてはですね 当然あの、私が視察行ったときにも、市長から要望も受け止まったわけであります。その際、東日本大震災で得られた知見等を踏まえましてです、ね、国土交通省において、液状化対策に関する技術開発を支援しているというふうにお伺いをしております。引き続き続、ね、これらの支援等を通じまして液状化対策に かかる新高校の研究開発が促進されるようですね私自身もですねあの期待をしているところでございます元江大一郎君はいありがとうございますぜひ力強く働きかけていただきたいと思いますえ今日は国土交通省の政府参考人にもお越しいただいておりますのでこの点について国交省の見解も伺います、はい、国土交通省防動大臣官房技術審議官 お答え申し上げます規制市街地における液状化対策につきましては、共和市地での施工となるなど、施工え制約が多く、さまざまな技術的課題が残されていると認識しております。このため、国土交通省では、平成23年度以降、液状化対策に関する技術研究開発を、民間や大学等から提案を募集し、優れた提案に対して助成をする。 建設技術研究開発助成制度を活用して支援をしているところでございます。例えば、近年では昨年度、今年度の2か年にわたり、熊本地震における液状化被害も踏まえ、液状化地区を道路等を活用し、格子状に囲み込む対策ができない場合にも、効果的な液状化対策に関する技術研究開発を支援しているところでございます。今後も引き続き続液状化対策に係る 新興法の研究開発促進に向け支援を行ってまいります。元江太一郎君。はい、よろしくお願いいたします。えー、その液状化対策ですがあ、言うまでもなく全国的な課題ですが、えー、政府においては昨年の重要インフラ緊急点検を踏まえまして、平成30年度第二次補正予算によって全国の森戸液状化マップを作成する取り組みを始めたと。 聞いております、えー、各地での取り組みが進むようぜひ積極的に進めていただきましてこの液状化マップの作成公表を、えー、行っていただきたいなと思います、えー、どこがどう液状化のリスクがあるのかということをまず見える化するところからやはり対策が始まると思いますが取り組みの概要と目標について、えー、国交省に伺います国土交通省徳永大臣官房技術審議官お答え申し上げます 国土交通省では昨年行った重要インフラの緊急点検の中で、液状化ハザードマップの作成・公表状況について、緊急点検を実施いたしました。緊急点検の結果、液状化ハザードマップを公表しているのは366市区町村で、全市区町村の約2割でありました。この結果を踏まえ、防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策において、 国土交通省が全国の区域を対象に、液状化ハザードマップを作成し、2019年度中に公表を行うことといたしました。現在、国土交通省において、液状化ハザードマップの作成に向けた調査を進めているところでございます以上です元江太一郎君、はいえー。この液状化マップがまあ2019年度中に公表されるということですが、公表されると、そこから対策に進むと。 いう必要があると思いますこの点、液状化の危険性が高い地域においては、液状化対策を例えば行わなければ開発ができないような形にするなど、何らかの対策が必要かと考えます。と言いますのは、今の現状ですと、やはりどんどん埋め立て地が増えていきます、そこに対しては、まだ液状化の対策というのが万全ではない、そういうような土地が多く含まれるということになりますから、 何らかの対策が必要かと思うんですが現状と今後の方針を国交省に伺います徳永大臣官房技術審議官お答え申し上げます液状化ハザードマップによりまして大地震時に液状化が発生する可能性が高い地域が明らかになりますのでこのことが契機となって市街地の面的な地盤改良や住宅の建設に合わせた地盤改良などの液状化対策が進むことを期待しております またこのような液状化対策が円滑に進められるよう、液状化の対策方法や支援制度について情報を提供してまいりま元枝田一郎君、はい。液状化マップの作成で終わることなく、この東日本大震災による液状化の被害の教訓を大いに生かしまして、液状化の防止対策が強力に推進されることを強く望みまして、まず、復興渉関係の質疑は終わります。 次にです、ね、今後の移動系サービスの中心的存在となります第5世代移動通信システムいわゆる 5G について総務省に伺ってまいります 5G は最近報道等でも非常にいろいろと話題になることが多いですが現行の 4G に比べまして通信速度が格段に増加するというふうに言われています その通信の遅延がほとんどなくて、そしてまた同時接続できる機器も増えるとされておりまして、まあ、我が国におきましても、ソサエティー5.0の主要な取り組みの一つとして位置づけられているところです。こうした 5G の特徴について、現行の LTE および 4G と比較して、どの程度、性能が向上することになるのか。 この点について、総務省に伺います総務省、谷脇総合通信基盤局長。 お答え申し上げます委員ご指摘のとおり、第5世代携帯電話システム、いわゆる 5G は、2時間の映画を3秒でダウンロードできるという超高速、それから身の回りの多数のものが同時にネットワークにつながる多数接続、さらに遠隔地でもロボットなどの操作をスムーズに行える超低遅延といった特徴がございます。でこういった3つつつのの特徴ににききまままししてて、ま、ず超高速速は最大の伝送速度が LTE の100倍 4G 第4世代携帯電話システムの10倍となりますまた多数接続につきましては多数同時接続の端末数が LTE の100倍また 4G の10倍となりますまた超低遅延につきましては遅延時間が LTE4G の10分の1になるとされているところでございます元井大一郎君、はいえー、この点なんです、えー、が 4G と言われてましても、LTE と 4G があって、ここら辺の区別っていうものも、国民の皆さん、もっともっと知っていただきたいなというふうに思います。4G との比較でいうと、通信速度の超高速性については10倍にとどまるんですが、ただ、LTE に関しては100倍ということですので、劇的に通信速度が速くなると。 ということにおいては変わりはないんですけれども、皆さんがお使いのおー、まあ、端末で、4G を使っているのか、LTE を使っているのかで、えー、その通信速度の 5G に変わってからの,その高速度実感というのが変わってくるということですので。 いずれにしても素晴らしい技術革新ではあるんですが、そういったところもしっかりと理解した上で、国民的にこの 5G というものを活用していくことが大事かなと思いましたので、今、こちらについて質問をさせていただいたというところでございます。いずれにしても素晴らしい可能性を秘めている 5G ということの導入に向けた、我が国の取り組みの現状について、これから質問させていただきますが。 5G については、現在導入に向けて各国が積極的に取り組んでいます。先般、報道等でもありましたが、米国および韓国において、5G の商用サービスがスタートしたということで、どっちが早いんだというような議論なんかも読んでおりまして、世界的に話題となっておりますが、我が国におきましては、本年の4月10日に、5G の導入のため、 えー、特定基地局の開設計画の認定というものが行われまして、えーまあ、いつもの三ンキュアリアに含めて、楽天も含めた4事業者に対して、認定が行われたということであります。今後の見通しとしましては、本年秋に試験的に導入されるものの、本格的な導入は2020年の春ということでありまして、取り組みが遅れているのではないかという心配の声も聞かれるわけでありますが、 総務省としては、こうした状況をどのように評価し、今後、5G の導入普及にどのように取り組んでいくお考えでしょうか。総務省、谷脇総合通信基盤局長。お答え申し上げます。アメリカにおきましては、昨年の10月より一部の都市におきまして、一般家庭へのインターネットアクセスサービスとして、5G のサービスが開始をされております。 また本年4月には委員ご指摘のとおりアメリカおよび韓国におきましてスマートフォン向けの 5G サービスが開始をされたところでございます。ににおきましては本年4月10日に 携帯電話事業者4社に対しまして、我が国初の 5G の開設計画の認定を行ったところでございますけれども、本年9月にスタジアムなどでの 5G の先行サービスを提供し、来年春に商用化する予定となっておりまして、世界的に見ても 5G の実現が、 決して遅れているわけではないというふうに認識をしております。総務省は 5G が地域の活性化、あるいは活力の向上を図るために、不可欠な21世紀の基幹インフラになると考えておりまして、可能な限り速やかに全国においてサービスが提供できるようになることが重要だと認識をしております。このため、開設計画の認定に際しまして、各社に対しまして、2年以内に全都道府県でサービスを開始することを義務づけるとともに、 後半で着実な全国展開をを求める条件を付したところでございますなお、5G サービスの普及に当たりましては、全国各地で多様なサービスが円滑に開始されることが重要でございます。こうした観点から、平成29年度から、5G の総合実証実験を総務省において実施をしておりまして、遠隔医療や 県機の遠隔制御など、さまざまな産業に 5G を応用することを想定をいたしまして、自治体や企業など、多様な主体の参画を得て、実証を行っておりまして、引き続きこうした実証実験にも取り組んでまいりたいと思って考えているところでございます。このように、総務省としては、世界に先駆けて 5G を活用したさまざまなサービスが全国展開されるよう、需要と供給の両面から必要な取り組みを引き続き推進してまいりたいと考えております。 広範、はいえー、かつ着実な全国展開というのは、非常に大事だと思っておりまして、2年以内ということでございます。えー まあこちらはあの民間の事業者が行うということであるんですが、ああかなり高い営業利益も出している、そういうような産経例を中心に、楽天はもちろんなんですけれども、しっかりとおまあこの全国展開の早期実現に向けて、総務省からのおバックアップをお願いしてたい,いただきたいというふうに思いますこの 5G には、超高速、超低遅延、多数同時接続と。 いうような特徴がありますが、今後はこれらの高機能を生かしたサービスが、さまざまな分野で進展するというふうに期待されます。自動車分野でのイノベーション、農業、観光、建設分野などでの地域活性化、地方創生、人手不足に対する労働生産性の向上など、さまざまな面での活用が想定されておりますが、総務省が現時点で期待する社会実装の事例とは、 どのようなものでしょうかまたその際その iot ビッグデータといったこういったものとの連携も必要になりますがどういうようなお考えでしょうかその点を具体例を即してご説明いただきたいと思いますそして合わせてこの 5g の実現によって何がどう変わり生活の利便性がどれだけ向上するのかについての 国民の周知啓発についてどうお勧めになるつもりかあ伺いたいと思います。はい、総務省谷脇総合通信基盤局長、お答え申し上げます。ファイブジーには先ほどご答弁申し上げました通り、超高速、超低遅延、多数接続といった特徴がございます。でこうした特性を生かしながら、ファイブジーと IoT あるいはビッグデータを組み合わせることで都市と同じ仕事や また、検疫の操作が地方でも可能となり、サテライトオフィスの設置などが進むことが期待されます。また、多数のセンサーの情報を活用しながら、遠隔制御によって、農業機械を使った農作業の効率化ということも期待されます。また、自宅におきまして K、4K、8K 映像を用いた専門医による遠隔診療が実現するといったことも想定されるところでございます。 また委員ご指摘のとおり、5G の実現による効果につきまして、国民の皆様に広く周知、啓発を行っていくことが極めて重要だと認識をしておりまして、総務省におきましては、自治体や企業など、多様な地方の主体の参画を得て、遠隔医療や研究の鋭角制御など、さまざまな分野に 5G を応用した総合実証試験を全国で実施するとともに、その成果を発表するシンポジウムを開催しているところでございます。 こうしたことに加えまして、昨年度は地方発のアイデアを掘り起こすことを目的として、5G 利活用アイデアコンテストを実施いたしまして、個人も含めて全国から785件の応募をいただいたところでございます。さらに2030年から2040年に、5G が広く使われた社会をイメージしたビデオを昨年5月よりネット上で公表するなどの取り組みを行っております。 総務省におきましては、こうした取り組みを通じて、国民の皆様への周知、あるいは啓発を行いながら、5G の普及展開を推進してまいりたいと考えているところでございま元井太一郎君。はいありがとうございます。えー、この 5G 利活用アイディアコンテストというものもあの、素晴らしい取り組みだと思います。えー、やはり、えー、通信速度が100倍になるとか、超低遅延、多数同時接続、今までになかった技術ありますので、 思ってもみないようなところに非常に有効であるというような可能性も多々あるのではないかなと思っておりますのでまさに国民的な英知を結集して世界に出ていけるようなそういうような 5G のサービスをこの日本から生み出すということでぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思いますし何度もご答弁いただいているとおりこの 5G というのは21世紀の基幹インフラと。 いうことでこれは素晴らしいキャッチフレーズだなと思います、えー、高速道路や新幹線と同じように目に見えないものであるけれども本当に機関のインフラなんだということですからやはり国民の誰もが知っているそういうようなあーまあ 5G としてですねこれから積極的な周知啓発をお願いしたいなというふうに思います、えー、その 5G が少しまた続くんですが今度はローカル 5G と いうものであります。総務省は地域に密着した柔軟利用環境を提供することを目的とした新たな割り当て制度としてローカル 5G の導入を決断しています。今後地域における産業の活性化や課題のため課題解決のために。 このローカル 5G というのを、どのように普及、発展させていくお考えでしょうかということをまあ伺いたいと思いますが、先ほどの4携帯事業者とは別に、ほ他のまあ事業者がこのローカルで 5G を利活用できる、そういうようなこのローカル 5G も非常に大きな可能性を秘めておると思うんですが、お考えを聞きたいいと思います、はい。総務省、谷脇総合通信基盤局長。 お答え申し上げます 5G の持っている技術的な特性を生かしまして、さまざまな産業への応用や、地域の課題解決を図ることが期待されているところでございまして、速やかな全国への展開が求められていると考えております。このような多岐にわたる 5G へのニーズに応えるため、総務省におきましては、携帯電話事業者のみならず、自治体や地域の企業などの多様な主体が免許を取得し、 工場内などの限られたエリアで独自の 5G システムを構築できる、いわゆるローカル 5G につきまして、制度化に向けた検討を行っているところでございます。まあ、現在、ローカル 5G を実現するための技術的条件等につきまして、情報通信審議会でご審議をいただいているところでございまして、特に一部の帯域につきましては、年内にも制度化をし、免許申請を受け付けたいと考えております。 またその他の待機につきましても検討を急ぎまして、来年の夏には制度化を行う予定でございます。総務省といたしましては、携帯電話事業者による 5G の整備と合わせまして、多様な主体が 5G ネットワークを自ら構築できるローカル 5G を推進し、全国各地で 5G が早期に展開できる環境を整えてまいりたいと考えているところでございますはい本一郎君、はい、ありがとうございます。 最後に石田総務大臣に伺っていきますが、今国会の所信表明において、都市と地方の情報格差のない、ソサイエティ5.0時代の地方を実現するため、そして 5G について2年以内の全都道府県への展開を求めるというご発言をされています。先般のののののの導入たための基地局の開発計画の認定に当たっても 広範かつ着実な全国展開を求める条件をまあ付したということでありますが、各社の計画によりますと、必ずしも地方における 5G の導入に積極的とは言えないのかなというところも見受けられます。今後の,その地方も含めました全国における 5G の展開を、どのように進めていくとお考えでしょうか。石田大臣 まずあの委員ご指摘のように 5G はあの私は21世紀の基幹インフラだと考えておりまして地域間格差をなくすためにもですね全国への速やかな展開が極めて重要だと考えております4月に認定いたしました各社の 5G の全国への展開率や基地数等の計画にはですね ばらつきがあるわけですけれども、これらはあくまで申請段階で確実に実現を見込んでいるものというふうに我々は認識をいたしております、えー、認定を受けた各社にはです、ね、開設計画の認定に際しまして、先ほどもお話がありましたけれども、2年以内に全都道府県でサービスを開始することや、5, キロ5年以内にです、ね、10キロ四方メッシュの 全国50%以上で基盤となる 5G 基地局を整備すること等を義務付けるとともにです、ね、えー、申請にあたっては、えー、広範かつ着実な全国展開を求める条件も付したところでございます。ままた各各社ににには認定の条件も十分に踏まえつつ全国各地で早期に 5G を展開いただきたいと考えておりますけれども、総務省としても、整備が遅れがちなあの条件不利地域におきまして、光ファイバー整備費用の一部を補助することといたしております。総務省としては、携帯電話事業者による 5G 全国エリア整備の促進に加えまして、先ほどもお話ありましたように、地域のニーズに応じたローカル 5G、 これをですね推進をいたしまして、これはもう今年の暮れあるいは来年ぐらいから制度化しますので、全国各地でですね 5G が早期にご利用いただけるそういう環境を整えてまいりたいと考えております。武藤一郎君。はい、えー、力強いご答弁をありがとうございます、えー。やはりですね、あのかなり設備投資がかかるというところで民間事業者もですね、えー、どちらかというと少し いいこう気をれしがちな部分も、それはまあ営利企業ですのであるかと思いますので、ここはやはり石田大臣のリーダーシップでですね、しっかりとこの二十一世紀の基幹インフラとしてのまさに姿を実現していただきたいと思います。合わせてですね、せっかくやるならばやはり世界トップクラスのスピード感とその品質をですね実現していただきたいと思います。そしてまた、5G がようやく来年から商用開始ですが。 もう 6G みたいな話も聞かれておりますので、ここら辺はもう日進月歩で、新しい技術企画が開発されていきますので、どん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 遅れることなく、むしろ次の 6G は世界で初というようなことをです、ね、掲げながら、ぜひとも協力にご推進いただきたいなというふうに思います、はい、次にに環境省伺います。 気候変動問題への対応ということですが、やはり人類最大の21世紀の課題の一つということで、この温暖化対策ということになります。その気候変動問題への対応について、カーボンプライシングを導入すべきだと、こういうような主張があります。こちらについては、環境省と経済産業省が、それぞれ有識者による検討を行い、提言を発表しています。 両省は低炭素社会を構築していくという方向では一致をしていますが、カーボンプライシングをてこにイノベーションを目指す環境省、これに対して、海外展開や技術開発支援、こういったものを重視する中でイノベーションを期待する経済産業省という形で、まあ、少し関係性が異なるのかなというふうに、こちらは私は見ておりますが、先日、総理の下で設置された パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略策定に向けた懇談会の提言が発表されました課題整理と問題提起にとどまっているという印象がやや強かったのですがこのカーボンプライシングについては今後の議論が必要だというふうにだけ書かれておりましてこれまで導入を目指してきた環境省はこの提言についてどのように受け止められていらっしゃるのかと いうところを伺いたいと思います環境省中井総合環境政策統括官お答え申し上げますご指摘のとおりパリ協定長期戦略懇談会におきましてカーボンプライシングにつきましては専門的技術的な議論が必要と提言をいただいたところでございますこの点現在中央審環境審議会におきまして 新たな経済成長の原動力としてのカーボンプライシングの活用の可能性について審議されているところでございます。環境省といたしましては、その議論を踏まえながら、カーボンプライシングの在り方について、検討をより深めつつ、低炭素社会の実現に向けたイノベーションの促進に努めてまいりたいと考えてございま元枝太一郎君。はいいい、えー、ありがががととととうううござままますす、えーま、さに、えーまあ、議論が始まったあというところだと思うんですが やはりこういうカーボンプライシングも含めてです、ね、この脱炭素を実現するために、それ技術革新はもとより、こういうような何かインセンティブが働くような制度設計というのは、ぜひ諸外国の例も含めまして、もうすでにご検討いただいていると思いますが、私としては、こういったものも一つの方法として有益かなと思っておりますので。 環境省においてもさらななるおお取り組みをお願いいいしたいなというふううに思いますもう一つ、パリ協定ということですが、この2015年末に採択されたパリ協定においては、世界共通の長期目標として、2度 c 目標が設定され、さらに1.5度 c に抑える努力を継続するというふうにされたところであります。 このため、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な排出と吸収のバランスを達成するよう世界全体の温室効果ガス排出量のピークをできるだけ早期に抑えてそしてまた最新の科学に基づいて迅速な削減に取り組むということになりました。これを受けて我が国では2016年の5月に 地球温暖化対策計画を閣議決定して、2030年の中期目標とともに、2050年までに80%の温室効果ガスの排出削減を目指すと、このような長期的な目標を掲げたところであります。そしてその後、パリ,決定をパリ協定を決定した際のコップ決定を受けて、昨年の10月に、 i p c c 1 5度 c 特別報告書が採択されたところですが、このメッセージ、主な点について言いますと、まず1つ目は、2度 c ではなく、1 5度 c の上昇に抑えることが、より世界にとって安全であること、そして2つ目は、現状の各国の目標では、2030年に1 5度 c の上昇トレンドに抑えるのは困難であること。 そして3つ目ですが、1 5度 c の上昇に抑えるためには、世界の排出量を2050年には実質ゼロにしなければならない、ゼロにする必要があるということをが報告されております。このような動向の下で、パリ協定長期成長戦略懇談会の提言や、これを踏まえて策定された政府の長期戦略の案を見ると、 今世紀後半のできるだけ早期に脱炭素社会の実現を目指すと、えー、されております。先ほどの IPCC の1 5度 c 報告書で示された科学的知見を踏まえますと、えー、そこでは1 5度 c の上昇に抑えるためには、世界の排出量を2050年には実質ゼロにする必要があるというわけですから、まあ、我が国の長期戦略においては、えー、我が国が2050年までに、 カーボンニュートラルを達成するとえ、こういうようなことを言い切ることがあ実は必要であり、それによって世界の脱炭素化を牽引し、そしてまあ企業もイノベーションを起こして、その脱炭素化社会に向けて、えー、いろいろな技術革新が行われる、こういうようなことを促すことにもつながると考えるんですが、そういったところまで明言するという点についてはいかがでしょうか。原田大臣 委員、まあ、ご指摘のとおりです、ね、<laughs> まあ政府で検討中の今、長期戦略案についてはです、ね、IPCC1.5 度特別報告書の公表をはじめとする、脱炭素社会に向けた国際的議論の高まりを踏まえまして、今世紀後半のできるだけ早期に脱炭素社会、すなわち実質排出ゼロの実現を目指すという長期的なビジョンを掲げております。 この戦略が決定されれば G7 で初めて実質排出ゼロの目標を定めた戦略ということになるわけであります。また、このビジョンでは目標の実現時期を今世紀後半のできるだけ早期にとしておりパリ協定の二度目標よりも実現の前倒しを図っているところであります。さらにこののビジョンを踏まえ各分野での <coughs> 脱炭素社会の実現に向けた挑戦や可能な地域、企業から2050年を待たずにカーボンニュートラルを実現するといった野心的な方向性も盛り組んでいるところであります。また、世界の温暖化対策の原点ともいえる京都におきまして今月上旬に開催されました49回 IPC 総会に私も参加してまあ角川京都市長をはじめ 地域の関係者とともに、2050年頃までに実質排出ゼロを目指すことを内容とする1.5度目標を目指す京都アピールを発表したところでございます。まあ、今後、まず本年6月の G20 までにですね、長期戦略を策定すべく作業を加速いたします。まあ、その上で、非連続的なイノベーションを通じた 環境と成長の好循環を実現して、まあ、世界の脱炭素化を牽引してまいりたいと、まあ、こういうふうに思っているところであります。まあ、特にあの昨年のです、ね、10月に IPCC が特別報告書を出しまして、1.5度目標というのがです、ねあの、目標でありますけれどもです、ね、それがあの公の形でこの出たところであります。 まああの従来はですねまあ2度目標をまあ今世紀中になんとかしてその実現しなきゃいけないということだったんですが2度目標はあの目標そして1.5度というのはですねまあ努力目標というような書き方されておりましたけども今やだんだん主力が1.5度目標をですね達成すべきじゃないそういう機運が盛り上がってきたのは事実でございますま。そういうい意味でですね まああの京都アピールの話も申し上げましたけれども、まあ、今月の初旬にですね、まあ、京都におきまして、IPCC 総会、あの昨年の秋に引き続き行われたときにですね、まあ、私どもがまあ強くそのアピールをですね、まあ、あの働きかけまして、なんとしても京都でこのことをです、ね、さらにやろうと。 もういずれにいたしましても大きな目標でございますしなんかたった0.5度の差じゃないかみたいなことはねありますけどこれ極めて大きな差があるようでございましてですね、まあ、あのさらに高い目標を目指してですね私どもも頑張りたいなとこう思っております。実は22年前に京都議定書っいうのがこの西田 議員のねお膝元でありましてねあの京都議定書から京都アピールということですね大したもですねまあ高いあの目標ですね日本から発信するとこういうことを言っているところでありましてどうぞまたご指導いただきたいなと思っております。元大一郎君はい原田大臣ありがとうございます、えー、冒頭に申し上げましたが今世紀人類最大の課題の一つだと。 思っておりますしここでまさに日本のリーダーシップというものを発揮するとやはり世界の中で素晴らしい価値貢献ができると思っておりますそしてまたですねやはり成長産業が限られてきたこの日本の中においてもですね2000例えば2050年までに脱炭素社会やる もう決めたらそこから逆算して、まあ、それこそ京都も含めましてねえ、いろいろな企業がたくさんいますので、技術革新がです、ね、生まれてくるかと思いますので、まあ、そういった意味で、すでに G7 の中でも素晴らしいお取り組みだと思いますが、ぜひとも今後も力強い推進をお願いして、私の質問を終わります。